こんばんは、若松村チャンネルでございます。まあ昨日も、出雲から YouTube で、お知らせしましたですけれども、出雲空港ホテルで行われました、石原まさし昭和歌謡を歌う、まあ6月に発売したアルバムのタイトルですね。まあこういうことで、それから、10月に発売いたしましたまさしのずんどこ節、この発売を記念してですね、盛大にディナーショーを含めて、石原まさしのステージをやっていただきました。まあね、今日東京へ帰ってきたんですけれども、まあね、同じことを繰り返すようですけれども、やっぱり物事をね、こうなんていうのかな、まあ見通しっていうんですかね、やっぱり見通しをしながら、なおかつそれを実行する、これはなかなかできそうでできないことですよね。まあ、出雲の、ある会長さんに、奥さんにお世話になったわけでございますけれども、まあとにかく、感謝の気持ちでいっぱいでございます。まああのね、まもなく11月になるわけでございますけれども、早いね。なんかこう月日が過ぎるのは、こうね、年を重ねてきてると余計早いね。でなおかつね、このまあ自分で言うのなんだけど、忙しいんだよね本当に、多忙ですよ。まあ明日の日曜日はね、まあ、しばらくぶりでまあ休めるかなって感じですけど、また来週はね、いろいろ、三重県の四日市行ったりね、それからいろいろこうなんていうんですかね、健康センターのまさしの、出演とか、それから YouTube の撮影とか、まあ、打ち合わせとかもろもろ、まあ、入ってるわけですけれども、やっぱりこの体調管理だね。やっぱりね、本当に年を重ねるっていうのはね、なんかつくづくやっぱり感じますよ。今までね、こうなんていうの、こうまあ当たり前だったことがね、だんだんこう当たり前じゃなっていくわけで、当たり前じゃなくなっていくわけですよね。だからやっぱりこう、まあ心と体のケアですかね、これはやっぱりもう自分でね、やっぱり自分をよく見つめて、それでやっぱりなんていうの、まあいいかとかじゃなくてね、ちゃんと、なんていうのかな、こう専門の方にと相談しながら、まあ、やっていかないとね、なかなかこうなんていうの、記憶だけではね、そう簡単なことではないですので、この心と体の状態ですね、特に心の問題だね。まあやっぱりね、こう
いろんなね、こう仕事の見通しっていうのか、ね、それをこういろいろともう考えて実行するってことは、まあ大変だけど、まあ一番なんていうのかな、楽しみでもあるからね、やりがいっていうのかな、まあそういうこうやりがいがね、ちゃんとできるように、心と体の、まあ、ケアをしながら、引き続き、まあ、前進したいと思っておりますので、よろしくこれからもお願いいたします。ありがとうございます。